麦つむぎ。今日は何ですか？今年は J2 が熱いのだ。それって本田さんのやつですか？そうなのだ、ツイッターなのだ。うわ、こいつめっちゃうざいわ。ずいぶん前の話題じゃないですか。僕だって本当は最新の話題がいいのだ。だけど動画編集には時間がかかるのだ。まあどのタイミングで視聴者さんに届くかもわからないですしね。それにしても本田選手のような発信力のある人がこういうツイートをしてくれるのはありがたいのだ。普段 J リーグを見ない人にも届きますからね。まあ僕に言わせれば J2 は毎年熱いんだけどね。いや、本田選手もまだまだ成長の余地があるのだ。変なところでマウント取りに行かないでください。伸びしろですね。さあ今日もやっていくのだ。 J1 戦力分析の時間です。ガンバ大阪編、板についてきましたね。それでは前年の振り返りからいくのだ。よろしくお願いします。前年度まで大分トリニータを率いていた片野坂智広氏が監督に就任。ガンバ大阪にはヘッドコーチを務めた2015年以来7年ぶりの復帰となったのだ。リーグ戦前半こそは勝ち点を積み上げれていたものの、エース宇佐美選手の離脱などが響いてシーズン後半になるにつれ失速。第25節同じく残留を争う清水に0対2で敗れたことで片野坂監督の途中解任が決まったのだ。後任にはシーズン途中からヘッドコーチを務めていた松田博史氏が就任。短期間でゾーンプレス戦術を浸透させチームの立て直しを図ったのだ。結果的に松田監督就任後の成績は4勝3分け3敗で最終節までもつれた残留争いだったが、最終節を鹿島相手に0対0で引き分け、なんとか自動降格圏入れ替え戦を回避し J1 残留を確定させたのだ。降格した清水エスパルスとの勝ち点差は4、得失点差では負けていて本当にギリギリのところでの残留だったのだ。誰の目にも明らかにチーム状態が悪そうだったもんね。試合中に味方同士で喧嘩するシーンなんてなかなか見えるものじゃないのだ。アッシュ初めて見たよ。さてそんなガンバ大阪、コンオフの移籍情報を見ていくのだ。まずディフェンダーの庄司源選手が鹿島アントラーズへ移籍。夏にも噂になっていた移籍話だけど鹿島の誠意に心を動かされたようだ。日本代表クラスのディフェンダーなので痛い戦力流出なのだ。怪我の影響からかいまいちパフォーマンスが上がってこない感じだったよね。チーム全体のパフォーマンスが悪かったのもあって日本代表から遠ざかってしまっているのが残念なのだ。鹿島でまた素晴らしいプレーを見せてくれることに期待なのだ。そうだね。そして喧嘩相手のレアンドロ・ペレイラ選手も期待に見合った活躍ができずに契約満了となっているのだ。まだまだ J リーグで見たかった選手だけどイランのチームに組みたいだね。湘南ベルマーレからレンタル移籍中だったボランチの斉藤美月選手、ヴィッセル神戸への移籍となったのだ。レンタル選手だから仕方ない部分はあるけど豊富な運動量で中盤を支えていたのだ。痛いのだ。神戸にもレンタルでの移籍なんだよね。もう一度海外挑戦狙ってるのかな。まだ24歳なのだ。全然狙っているのだ。そして驚いたのが小野瀬選手の契約満了。同じポジションのファンアラーの選手が途中加入したことで押し出されるような形になってしまった。アーシノバンマサコの友達めっちゃ怒ってたよ。次の所属先が湘南ベルマーレに決まってアンマサコは恩返し団に強強としているのだ。確かに頑張って元所属選手に決められるイメージあるかも。そして攻撃の中心選手として長年在籍していたパトリック選手が契約満了で京都サンガへ移籍。ここ数年はチームの調子が上がらない中得点を上げ続けてきた選手だけど年齢的に仕方ない部分もあるのだ。難しい選択だよね。功労者なのは間違いないけど、ガンバ大阪もまた主力選手の放出が目立つ結果となったのだ。やっぱり下位チームからは移籍する選手が目立つね。新選手を見ていくのだ。まずゴールキーパーの谷選手が湘南ベルマーレから復帰。海外チームへ行くような噂もされていたけどガンバへの復帰を決断したのだ。海外からは魅力的なオファーがなかったのかな。語学力が必要なポジションだし体格のハンデもあって日本人ゴールキーパーの海外移籍はなかなか難しいのだ。何より本人がガンバ大阪でプレーすると決めたのだ。応援するのだ。そうだね。ディフェンスラインではリファー連長崎から江川雄星選手を獲得。足元の技術が高くビルドアップ能力の高い左利きのセンターバック。175cm と上背はあまりないけど対人プレーにも強さを見せて左サイドバックでも質の高いプレーができる選手なのだ。 J1 チームは高身長フォワードも多いからね。うまく対応できるといいけどね。モンテリオ山形から半田陸選手を獲得。
アンダー21日本代表の右サイドバックで、イタリアのローマへ移籍するような噂があったり、国内外で注目を集めていたが、複数クラブとの争奪戦の末、アンマー大阪に決まったのだ。もともとセンターバックを任されるような選手で、対人能力はピカイチで、将来的には A 代表にも入ってきそうなのだ。選手会が選ぶ J2 ベスト11にも選出されていたね。攻撃陣ではロアッソ熊本から杉山選手、カットインからのシュートが得意な左利きのドリブラー、パンチ力があるのでシュートレンジも広く、周りを使うのも上手なのでアシストにも期待できるのだ。 J1 でも左足のコントロールショット見せてほしいわね。そして期待の新外国籍選手、デンマークのオーデンセから獲得、カタールワールドカップにも出場したチュニジア代表のイッサム・エバリ選手、左右両足を遜色なく使うことができ、トップ下でプレーすることも多くてスキルも高い、北欧でキャリアを積んできたストライカーなのだ。トップ下もできるなら周りの選手もうまく使えるタイプかもね。補強は充実。23シーズンアンマー大阪のと思ったら最新情報が来たのだ。イスラエルの強豪マッカビハイファ FC からメタラビ選手を獲得、主に中盤の底でプレーする選手みたいなのだ。イスラエルとはまたすごいところから取ったね。ボヤトフ監督はイスラエルでコーチ経験があるみたいなのだ。なるほど、そういうつながりなのね。イスラエルリーグってどうなんだろうね。でもなんかとてつもない選手のような気もするのだ。生活環境が全然違うだろうから、そこがちょっと心配かな。それでは改めて23シーズンアンマー大阪のラインナップがこちら。23シーズンから新たに就任するポヤトス監督は、いろいろなシステムを使い分けているけど、433のアンカーを置くシステムの採用が多いようなのだ。ゴールキーパーから見ていくけど、いきなりここはどうするんだろうね。それな、正ゴールキーパーの東口選手は衰えるどころか、多分まだ成長しているのだ。毎年ハイパフォーマンスを見せてるのだ。 J リーグナンバーワンゴールキーパーよね。石森選手や石川選手も22シーズン良かったから計算できる選手だし、併用するのが一番難しいポジションなのだ。紬、どうしよう。困ったね。贅沢すぎる悩みだね。そしたらディフェンスラインを見ていく。センターバックは守備の強度だけで選ぶなら三浦選手、徳恩選手になるのだ。ただ新加入の江川選手は足元の技術があってボヤトス監督が好みそうなので、一気にスタメン出しとなってもおかしくないのだ。福岡選手も前にパスをつけられるし、徳島時代にボヤトス監督と一緒にやってるので、ユーティリティ性も高いし出番が増えそうなのだ。代表クラスの選手もいて頼もしいね。22シーズンはここに庄司選手もいたのだ。それでもガンバ大阪は残留争い。サッカーって難しいよね。サイドバック、左サイドは黒川選手。22シーズンはサポーターが選ぶチーム MVP にも選出され、大きく成長したのだ。そして右サイドは新加入の半田選手。 A1 の舞台でもまれてどんどんレベルアップしてほしいのだ。守備だけじゃなく攻撃にもどんどん絡んでほしいね。そして中盤センター、22シーズン途中加入アンダー21日本代表の山本理人選手は、怪我の影響でガンバ大阪ではまだ出番が少ないけど、守備の強度も高くてビルドアップでも力を発揮してくれる選手。そしてレンタルから完全移籍へと切り替わったダワン選手、攻守にハードワークできてミドルシュートも得意なのだ。身長の割にヘディングも強いよね。インサイドハーフにファンハラーの選手、本職はサイドプレイヤーだけど、献身的なハードワークでチームを引っ張ってくれる選手なのだ。外せない選手なのだ。攻撃的に行くなら山本裕樹選手のパスセンスも捨てがたいし、倉田選手に石毛選手もいるのだ。豪華すぎるのだ。さすがタレント分断ね。前線3トップもタレント揃いなのだ。攻撃の中心は間違いなく宇佐美選手で、22シーズンも復帰後はチームがガラッと変わったような印象なのだ。中盤まで降りてゲームメイクをしながらフィニッシュにも絡めれば最高なんだけど。なんだけど、正直言うとこのシステムでは宇佐美選手の置き場所が難しいのだ。そうかな。どうして。多分ウィングの選手には幅を取ってほしいはずなのだ。宇佐美選手は真ん中まで降りてきてボールを触りながらリズムを作っていくタイプだから、攻撃面だけ見ればインサイドハーフの方が適任だと思うんだけど、守備の部分を考えると怪我明けなのもあってプレーの強度的に不安なのだ。でも絶対外せない選手よね。もちろんなのだ。ボヤトス監督がどんな使い方をするのか興味津々なのだ。背番号も7番になって新しい宇佐美選手が見れるかもしれないね。めちゃくちゃ期待してるのだ。
話を戻そう。右サイドには新加入の杉山選手、熊本での勢いそのままに右サイドを切り裂いてほしいのだ。 J1 リーグ初挑戦、楽しみだね。そして中央には補強の目玉、ジェバリ選手。初めての日本なので少し時間はかかるかもしれないけど、チームを勝利に導くゴールをたくさん決めてくれるはずなのだ。飯野選手に、鈴木武蔵選手に、ベンチもすごいメンバーだ。ボヤトス監督はゼロトップ的な配置もするので組み合わせの自由度は高そうなのだ。ガンバ大阪も強そうだな。ボヤトス監督の戦術はチームへの浸透に時間がかかると言われていて、初年度は思ったような結果が残せないかもしれないけど、個人的にはすごく注目しているチームなので23シーズンは特に追いかけてみたいと思っているのだ。ガンバ大阪は攻撃のチームでいてほしいよね。そうなのだ。3点取られても4点取り返すのがガンバ大阪のイメージなのだ。ここ数年の鬱憤を晴らすようなシーズンを期待しているのだ。楽しみだね。チュニジア代表にイスラエル代表、それだけでもワクワクが止まらないのだ。多国籍分ってかっこいいよね。ヨーロッパじゃ当たり前だけど、日本ではなかなか見られないよね。成功したモデルケースがあればまた新しい選手も入ってきやすくなるのだ。ガンバ大阪を注目。それでは以上でガンバ大阪の戦略分析を終わります。お疲れ様でした。お疲れ様です。このチャンネルは J リーグを中心にサッカー情報を扱っていくのだ。よろしくお願いします。よろしくなのだ。